大木金太郎は、大韓民国、全羅南道公共軍金山面出身のプロレスラー。本名は金日。身長185センチメートル、体重120キログラム。青年については、当初1933年と公表していた。1994年国民勲章ザクロ賞、2000年体育、勲章猛虎賞、2006年体育勲章聖章、賞、いの部 韓国では大韓プロレスのエース兼プロモーターとして韓国プロレス界の発展に尽力した。韓国ではシルム選手として活躍。1958年、同郷の英雄力道山に憧れて漁船で日本に密入国し、プロレス入りのチャンスを伺っていたが、1959年に入管法違反で逮捕される。力道山が身元引き受け人となり、 日本プロレスコミッショナーの王の万博大義氏を動かしたことで釈放され、日本プロレスに入門して、同年11月にデビュー。翌年には、ジャイアントババとアントニオイノキがデビューしており、若手サンバガラスと称された。1963年にアメリカ武者修行に旅立ち、ロサンゼルスのフォアでは、日系アメリカ人レスラーのミスターモトとのタッグチームで活動。 12月10日にベアキャットライトレッドバスチェンを破り US タッグ王座を獲得するなどしたが、同年12月8日に力道山が刺され12月15日に死亡したことで力道山を心の拠り所にしていた大木は居場所がなくなり、韓国へ一旦帰国した。1964年9月より再びアメリカへ渡り10月16日にテキサス州ヒューストンにおいて、 ルーテーズの NWA 世界ヘビー級王座に挑戦。この試合で、大木はテーズにセメントを仕掛け、原爆頭突きのランダーを放ったが、テーズから帰り打ちにあって、レフェリーストップ負けを喫し、顔面を24針縫う重傷を負った。1965年8月11日、ソウルでのカオルの里との王者決定戦に勝利して、極東ヘビー級王座を獲得。以降、 翌1966年12月にタイトルを返上するまで、リッパーコリンズ、ジョース・カルパ、キラー・カール・コックス、ターザン・ゾロなどを挑戦者に、日本と韓国を股にかけて防衛戦を行った。その間、1966年10月に、豊の堀が東京プロレスを旗揚げし、初期も日本プロレスを去って、東京プロレスに参加したため、 日本プロレスはその穴埋めに大木を韓国から呼び戻すと、金剛さん、金太郎のリングネームで売り出そうとしたが失敗。大木金太郎へと戻りババに次ぐ日本プロレスナンバー2のレスラーとして活動していたが、活動を停止した東京プロレスから猪木が日本プロレスへ復帰してきたことで、再びババとチョキの影に隠れた存在となった。 1967年4月29日、韓国のソウルでマーク・ルーインからフォア世界ヘビー級王座を獲得、名実ともに韓国プロレス界のトップに立ったが、3ヶ月後にロサンゼルスでマイク・デビアスにダッシュされている。この頃、二代目力道山衆名、国際プロレス遺跡という話もあったが、いずれも実現しなかった。1968年11月9日、 ソウルにて、バディオースチンを破り、力道山の死去により、空位となっていた、アジアヘビー級王座を獲得。以降、バスターロイド、ブルラモス、マリオミラノ、クラッシャー・リソワスキー、ミスター・アトミック、ジン・アンダーソン、プリンス・イアウケア、ブルート・バーナードらを相手に王座を防衛。1971年1月に、ビルド・ロモにタイトルを奪われるも翌月には、脱会に成功。 その後もドン、レオ・ジョナサン、ボブ・カーセン、ドン・デヌーチ、ミスター・レスリングなどの挑戦を退けた。上田馬之助の密告事件を発端にチョキとババが相次いで日本プロレスを退団し、それぞれが新団体を創立したことにより、ついに日本プロレスナンバーワンの地位を獲得。1972年12月1日にボボブラジルとの頭突き世界一決定戦が、 インターナショナルヘビー級王座の決定戦となり、第一戦は、敗れるも、3日後の再戦で勝利して、インター王座を獲得した。その後、ビリー・レッド・ライオンとフリッツ・フォン・エリックを相手に、防衛戦を行うが、ババとチョキの抜けた穴は大きく、さらには当時、金網デスマッチの人気が沸騰していた、国際プロレスの猛追に合うなど、日本プロレスの人気は、急激に超落。 坂口政治が日本プロレスのテレビ中継をしていたネットの意向を受けて新日本プロレスとの合併を模索するが大木は日本プロレスの明かりを消すな。と、これにも反対して合併話を潰してしまう。結果として坂口は退団、同時にネットは1973年3月に新日本プロレス中継開始を正式発表するなど、 新日本プロレスへの乗り換えを招き、日本プロレスは同年4月に崩壊した。1973年の日本プロレス崩壊後は、一旦他の日本プロレス選手と共に全日本プロレスに入団するが、対等合併と仲介者に聞かされていたのに、実質九州合併であり、マッチメイクで礼遇されたことから退団。インター及びアジアヘビーの防衛戦が組まれずに不満が溜まっていったところに、 ババがザファンクスの保持していたインターナショナルタック王座に挑戦した際、パートナーに大木ではなく新人の鶴田智美が起用されたことが決定的な原因だったという。その後、新日本プロレスに参戦し、1974年10月10日、倉前国技館にてチョキとのシングル戦を行う。この試合はチョキが大木の頭突きをひたすら受け続けてバックドロップで仕留め、 試合終了後には二人が感極まって抱き合うという、チョキにとっても大木にとっても後世に残る、名勝負となった。ただ、坂口とは、日本プロレス崩壊時の、俺が新日本と合併しようとしたのを潰して、追い出しておいて何を、今更、という意向から、プロレス史に残る壮絶な喧嘩マッチを展開する。ソウルでチョキの挑戦を受けて、インターナショナルヘビー級王座の防衛戦を行った。 こともあるが、これは猪木唯一のインター線となった。新日本プロレスのリングでは、1975年4月開幕の第2回ワールドリーグ戦にも出場。猪木、坂口を、はじめ、ストロング小林、マサ藤キラーカールクラップ、スーパーデストロイヤーとも対戦した。1975年10月30日、倉前国技館にてババとのシングル戦が実現。 6分49秒で、ババが、フォール勝ちを収めた。その後は、再び全日本を、主戦場とするようになり、同年12月には、オープン選手権及び、力道山13回期追悼工業に出場。1976年には、日本プロレスの崩壊で消滅した、アジアヘビー級王座が復活、最終王者だった大木が継続して、選手権保持者となり、 全日本プロレスにおいても、マルドー・オフォン・エリック、ジャンボ・ツルダ、ババとの防衛戦が行われた。1976年10月28日には、相手氏のキム・ドクをパートナーに、ババツルタを破って、インターナショナルタック王座を獲得。1977年12月には、ドクとのコンビで、世界オープンタック選手権に参加した。1978年と1979年には、 世界最強タッグ決定リーグ戦にも連続して参加している。大木独の韓国指定コンビと、ババツルダの全日本指定コンビの構想は、この時期の全日本プロレスのドル箱カードであった。1979年10月5日に、後楽園ホールで行われた国際プロレスの3大タイトルマッチへも、特別参戦し、上田馬之助とのコンビで、 マイティー・ノー・ウェア・ド・アニマール・ハマグチが保持する、いわ世界タック王座に挑戦したものの、試合中に上田と仲間割れを起こし敗退。1980年2月18日に国際プロレスへ入団。日本では長く封印状態にあった、インターナショナルヘビー級王座の防衛戦が、ルダック、ジップシー・ジョー、ドロモ、上田らを挑戦者に行われた。 同年3月31日には、甲楽園ホールにて、ニックボック・ウィンクルの泡世界ヘビー級王座にも挑戦。同年10月5日には、金沢市にて、アレックス・スミルノフとの金網デスマッチを行っている。しかし、同年11月から試合を欠場し、そのまま離脱した。その後、全日本プロレスからの NWA が認定している。 インターナショナルヘビー級選手権のタイトルマッチを NWA に加盟していない国際プロレスで実施したのは NWA メンバーとして問題であるという勧告に応じてインター王座を返上全日本プロレスで復活させているこれを機会に再び全日本プロレスに参戦するようになったが1982年のアシュラ原戦を最後に首の持病が悪化し 事実上の引退となった。1995年4月2日に行われた、ベースボールマガジン社主催のオールスター戦、夢の架け橋東京ドーム大会で、それまでの功績を称えて、正式な引退セレモニーが行われた。車椅子姿で花道を入場してきたが、リングインの際は、気丈に立ち上がり、ルーテイズと共に、リング内に進むと四方へ頭を下げ、ファンの声援を受けると、 現役時代からであるが流暢な日本語で胸がいっぱいで声が出ませんと涙を流した。ファンへの感謝とお詫びの言葉、力道山との思い出などを語り、引退の1カウントを聞くと目を閉じて号泣した。リングを降りる間際ニュートラルコーナーへ歩み寄ると、鉄柱に頭をつけ移動しそうに撫で、リングを後にした。自宅が火災に愛然焼してしまい、持っていた。 過去のビデオや資料がすべて消失してしまった。その後、日本のプロレスファンから自身の試合を収録したビデオを送られた際には感激したそうである。2005年9月の月間挑戦によると、ソウル市内の病院に入院中で、頭突きの後遺症による脳血管疾患と高血圧、心不全、下肢不死を患っている状態であったという。 体重は7 8ラムほどまで落ち、10年前に再婚した夫人が看病に当たっていると、韓国国内に報じられた。2006年9月9日、韓国ソウルのソウル三室総合体育館で開かれた世界プロレスリング協会2006ソウル大会に、数少なき後輩たちのファイトを見守るために姿を現した。車椅子に乗った大木ことキムイルが現れると、 2000人余りの監修たちは熱い拍手を送り彼の名前を連呼した。通風にもかかって体の調子が相変わらず良くはないが今大会のような世界的大会が今後も開催されるように韓国プロレスの発展のお手助けになりたい。多くの方々が心配してくれたおかげで健康状態が良くなった。熱心に後輩たちを講演するつもりだ。 今後もファンがプロレスに多くの声援を送ってくださればよいと思うとのメッセージを残した。裁判連にテレビ番組の企画でアントニオ猪木が闘病中の大木の自宅を訪問している。大木と猪木は再会を大いに喜び若き日の思い出話を語り合った。若手時代の初期は力道山に徹底的にしごかれ、時には付き人として理不尽な仕打ちを受けていたが、 最も親身に相談に乗ってくれたのは大木だったという。なお、チョキのデビュー戦の相手は大木が務めている。プロレス界においてタブーとも言えるトップレスラーの得意技を使用してはいけないという暗黙の了解を大木が破り、万字固めを使用した際もチョキは、大木さんの技は首を極めておらず、僕の万字固めとは別物でしょうとして咎めることはなかった。 2006年10月26日、ソウル特別市ア資源区のウルチ病院において、慢性心不全と腎臓血管異常による心臓麻痺により死去。77歳没。大木が没して14年後となる2020年、大韓民国国家法訓所は、大木が韓国スポーツ界発展に尽くした功績を評価し、国家検証者として、大田市の国立、 ウォーター・キタダイン国家社会貢献者貿易に大木を改装することを決定し、5月22日に大木の遺骨が納骨された。ありがとうございます。